そうですね、ちょっととっておきのこう三森すず子さんとのなんかこう何かエピソードがないかもしれませんが、ないかもしれません。あったら、なんだろう、あったらください。ちょっと1個ぐらい、ね、結構ね、グループとかで活動っていうかすると、うん、やっぱ私セットでひなたちゃんとね、うんうんうん、することが多くて、みも、ね、さんとってなかなかないんですよね。だからなんか、なんかありませんか。あ、こちらの、うん、あの、あ、すいません、月刊スターライトの、月刊スターライトの小山さん、はい、うん、え、小泉さんと三森さんですか、あのエピソードですか。あ、三森さんのエピソード何か、三森さんのエピソードですか、うん、そもそもあれあれ久しいんですか、月刊スターライトさんは。月刊スター、うちはですね、あの三森さんに、うん、あの連載組んでもらってますので、連載もたれてるんですね。連載もあの5年ほど、そ う, そうなんですね、伺っております。長、はいん、はい、小山さんよく私のなんか珍しい行動とかをちょっとメモってるんですよ、はいはい、それを連載5年間されてるって感じ、はい、そうですそうです。なるほど。三森さんあれですね、あの舞台中ですね、あの本番中、あの靴の裏にバミリを2つほどあのくっついて楽屋に戻ってこられたりとかあのされてまして、これ大事なバミリだったらどうしようかなってちょっとヒヤヒヤしたりとか、ね、立ち位置泥棒、立ち位置泥棒バッテンついてたんで、うん、もう誰のバッテンかなって、アンフィシアターのバミリを2つほどあの靴の裏につけてあの楽屋の方に戻ってこられてたので、誰かが困ってた誰も言ってなかったかな、メーティングしてびっくりするやつですね。ファミリーがないなっていう思って、2人ほど犠牲者があの犠牲者が立ち位置泥棒しましたね、あのこれを聞いてたらあの、うん、ぜひあの私です ね, いいね、私です、連絡いただければ、はい、取られた方連絡ください。ありがとうございます。お届けした曲はラ・レビューズ・ソウルよりリクリエイトでした。いや、いい曲ですよ、ね、いい曲なんですね。私はこの収録の時すごい覚えてて、二、うん、人でブースに入って収録したんだけど、うんうん、あ、レコーディング、ね、うん、それも初めてで、レコーディングで二人で入ったの、うん、で私のパートをあのまあ、ちょっと部分箇所箇所で撮ってったんだけど、うん、私のパート、うん、最後の方のパートを撮ってる時になんか後ろから聞こえてきて、え、何と思った。鼻、最初鼻かんでんのかなって思ったのそしたらもう一品めっちゃ泣いてたいやもうねとか言っていろんな感情が溢れて、もう小泉としてもすごいかんいい曲だなって思うし、奈々、うんうん、ちゃんとしてもすごい負けちゃうっていう思いが、もういろんな感情がもうぐちゃぐちゃになりこの人ピュアとかしかもブース内で一緒に泣いてもうすごいピュアで鼻水の音入ってないですかあるじゃんエピソードもえび、うん、あるじゃん、あったじゃん、あったね、なんか私寄りなエピソードじゃない、確かに、ね、確かに、すっごい泣いてて面白い、ピュアなんです、すごいピュアなんですもえび、素直です、そう思いながら撮ったんだなってもう一回聞いてほしい、うんうん、涙が改めて出ちゃう、そうなんです、もえび話すスロート入ってるかもしれない、ちょっと聞いたら、ね、あのインストの方にもしかしたら入ってるかもしれないぜひ聞いてください。もよちゃん、あ、ももよちゃん、ひーちゃん、もえぴ、びもさん、こんにちスターライト、こんにちスターライト、声優グランプリ買いました。みんな可愛いし面白いしでたくさん笑わせていただきました。一番笑ったのはみんなの初出し的なコーナーのはるちゃんの時間がない状況でいきなりスープを温めたって話がすごく笑いました。他のクク組天然エピソードがあれば教えてくださいって言ってました。もう5つあるんですが、うん、舞台創造家2年 B 組ゆうりさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちスターライト、こんにちスターライト、先日発売されました声優グランプリ9月号買わせていただきました、うん、9人が表紙だと華やかでとってもいいですね、うん、内容もボリュームたっぷりで読み応えがありました。特に好きなのがここだけの話、あ、間違えた、ここだけの初出し情報のページでもよちゃんからみもさんに向けられていたみもさんの携帯のプロフィール写真がももよちゃんというのに笑ってしまったのですが今もそうなのでしょうか。ももよちゃんにした理由をぜひぜひみもさん教えてください。やばい、いや、もよちゃんの長らくもよちゃんだったんですよ。あ、おっと、ついに、おっと、ついにね、ちょっとこの間ね、ついにちょっと芹沢優になっちゃった。芹沢優に、それはしゃあない。でも長らくもよちゃんだった。どのくらいもよちゃんでした？1年長い、長いちょっとぐらいはもよちゃんだったね。2代目、2代目芹沢さんに引き継がれました。芹沢さんに、本ですよ、もう芹沢さんなら、芹沢さんに行ったなら、芹沢さんにね、バトンタッチしちゃった。なんか皆さん舞台期間中の鏡前事情とかありますか？
鏡前事情、結構ね、いや両隣の人のことしか見てないけど、確かに、うん、なんかあったかな、月の鏡前が汚いっていうことが確かにそうなんだよな、あの人 A 型だったと思うの確か、うんうん、だし几帳面な感じなんか、うん、しっかりしてそうじゃん、うんうん、なのに鏡前めっちゃ汚いから、なんかなんかね、しかもマモさんってなんか、あれマモさん今日綺麗ですねって言ったら、うん、うん、違うの、引き出しの中に全部入れたの、違うみたいな、そう引き出し汚いの、うわーやってた、すごいよね、うん、メイク道具も開きっぱなしだけど、その横になんか食べかけのなんかいろんなものが置いてあったり、逆にそんなに引き出しに綺麗に全部入るんだみたいな、そう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 、収納術はすごいみたいな、細々って全部入って、そうだのよ、それを入れないのがハルちゃんなんです、うん、そう、対抗馬としてハルちゃんが結構、そうなんですよ、うんうん、それに挟まれるヒーちゃんっていうね、そうなんですよ、なんかハルちゃんがどうしよう、なんかメイクシャドウが濃すぎてどうしようって言ってんのにスープチンシーみたい今スープ飲まなくていいんじゃないハルちゃん、もう始まっちゃうよみたいな、みんながなんかそのハルちゃんのメイクの濃さを落とすのを協力してたよね、うん、私たちは、うん、あとハルちゃんなんかすごい加湿器つけんのに40分ぐらいかかってたよね、なんかね、なんかこれ全然つかないのって言って40分ぐらい使ってて、うん、私が長押ししたらシューハルちゃん出てきたよって言ったらすごいね、どこ押したの電源ボタンだよってなんか今回ハルちゃんが特にすごい印象残ってて、うん、私もなんか いつも一緒にいてハルちゃんの天然さぶりはちょっと身に染みていたはずなのですが、うん、今回なんか特に、うん、あれハルちゃんそんなに天然だっけ、うん、めっちゃ面白かったな、すごい感じた期間だった、うん、あれじゃない、やっぱ結構みんなでいる時間があのアンフィは長かった、長かったからね、長かったね、ハルちゃんがそのウィッグつける順番でね、ハルちゃんの次が、うん、あやさだったの、うんうん、でハルちゃんがそのある日ね、はるちゃんがメイクさんにそのはるちゃんウィッグつけ終わって、うん、じゃああやさちゃん呼んできて、次あやさちゃんだからって言われて、うん、はいわかりましたって言ったんだけど、行く本当にちょっとの間だよ、ちょっとの間その廊下で、うん、そのトレーナーの先生に、うん、あ今はるちゃん空いてるよって言われたから、あ行きますってそのまま行っちゃってあやさちゃん待ちぼうけみたいな、呼ばれないからっていうことがあって、その次の公演の時はメイクさんに、はるちゃん次はちゃんと呼んできてねって言われて、うんでもどうしよう、途中で話しかけられたらまた忘れちゃうかもって言って、でメイクさんに、じゃあはるちゃんこうやって親指と人差し指をこうやってくっつけて言い終わったらこれを話すっていうのをやったらどうって言われて、わかったって言って、これじゃああやさちゃん呼んできてって、わかったって言って、このまま言ってあやさん呼んでるよって言ってペッと話して、めっちゃ可愛かった、そこまでしないと忘れちゃった、いやもうどうなってんだよ、おかしい、どうなってんだよ本当に、どうなんだよ、そうですね、基本的にあの、よね、やろうと思ってって途中で話しかけられると忘れちゃう、親指と人差し指をこうやってかけるよ、異常な出来事がたくさんあったから、アンビも面白かったよ、面白かったね楽しかったです、はい、舞台創造家2年 B 組リュウさんからいただきました、うん、ありがとうございます、台湾からのお便りです、ね、ありがとうございます、もやちゃんひーちゃんゲストのみもさんもえぴこんにちスターライト、こんにちスターライト、この間舞台シャープ2柳小春役の七木香音さんのブログを読んで、青蘭と九九組への思い出で感動しましたが、うん、その中で爪楊枝がすぐそこにあるのに気づかず手で唐揚げをつまんでもぐもぐしているみもさんという話を見てめちゃくちゃ笑いましたまた楽屋でどんなエピソードがありますか、よかったらぜひ教えてください、サードライブや新作舞台も楽しみにしています、もう食べたさが先行しちゃったんですよね、その時そてかもう手があるなら手でいっちゃった手出ちゃったからそう あったんだよおじいみたいな美味しかったな、唐揚げ美味しかった、美味しかった、結構やっぱ差し入れやっぱさ、うん、いっぱいさあってさ、うんうん、もう嬉しいよね、嬉しかった卵うんうん、はい、続きまして舞台創造家2年 B 組みのんさんからいただきました、ありがとうございます、まずもよちゃんひーちゃんゲストのもえぴみもりんおはようございます、おはようございま す、スタリナではいろんな物語の登場人物の衣装を着たキャラクターを見ることができますが、ぜひその衣装をキャストの方々にも着てほしいと思っています、ご自身で着てみたいまたは他の人に着せてみたいという衣装ありますか、私はファントムの衣装を着たモエピが見てみたいです、最高にかっこいいと思いますよといただきました、そう言おうと思ってた、うん、自分が似合うっていうことでね、それすごい、まあ、語弊があるんだけどでもファントムの、ね、衣装すごい好きだし、うん、すごいあ何あの出てきてほしいって思ってすごい思いを込めたファントムさんだから、ファントムさんだからちょっと着たいなっていう思いはある、セリフもかっこいいしね、ファンかっこいい、土俵には
何色のバラを備えようかみたいな。今一瞬バナナって言いよ。バナナ。何色のバナナ。バナナピンク。シュガースポット多めのバナナ。私ホームズの衣装着たいな。あー、かわいい。かわいい。かわいい。私あのアイアイさんにくるみ割り人形の似合いそう似合いそう、うん、あの赤のドレスのやつってなんだろう星さんのやつではい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 あるねあれめっちゃ回りながら攻撃してくれるそう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 あれ着てほしいなアイアイさん真っ赤なドレスアイアイ強そう強そう似合いそう、マオさんにはあのキツネのやつ着てほしい、うん、新しいやつね、はい、あれいいよねミモさんなんだろうねミモさんでもアトス？アトス。あの帽子の、はいはいはい、三重種のやつ似合いそう。確かに。確かに。うん、あれアマテラス。アマテラスがいい。アマテラス。バレンタインのやつも可愛いよね。可愛い。可愛い。可愛 い, い,、うん、い, いあれね。可、う、愛、ん、いんだよね。ひーちゃんは着たいやつ。ちょっと難しいけど。うん選ぶならやっぱラプンツェルですかね。あーかわいい。かわいいんですよ。髪も伸びちゃって。ね、うん、そうね。ほんとかわいいあれ。いいね。あの、ジュンナの、その、うん、星4のカードあるあるなんですけど、うん、その、いつも動物が目をキラキラしてジュンナのことを見てるのがかわいいです。ロビンフッドの時とかリスが、めっちゃかわいいみたいな顔してるなんかするし、うん、ってそうなんですよ。そこがちょっとね、推しポイントなんで。推しポイント。着る時はちょっと動物も一緒に。動物がキラキラした目で見てくる。でもやっぱこれね、ずっと言ってるけど、黒獅子と太陽国でちゃんとみんな分かれてるから、うんうん、その衣装を着てなんかやりたい、ねうんうん、確かにみんな一緒にできるじゃん、ね、増やしたい、うんうん、なんかできたらいいなって、ねね、いつか夢の夢でございます、うん、はいという